つぶらな瞳にキュンとしてもりもり筋肉にグッときて朝恋みたいにときめいてああ私たち馬女になりました。照れちゃう。ちょっとまず馬の手で作りますね。親指を隠してください。でこれを前に前足でちょっと上体を倒します。これが馬上にで次なりましたがこう書くんですけど、これ結構馬が何々したいとかなんかお腹すいたとかなんか欲求のなんですって。みんなちょっとおいでよみたいにも見えるしっていう。私たち馬女になりました。最初馬が正面に見てますね。で三上さんが馬さんと呼んでいただきます。そうすると馬がパッと見ますね。で間髪入れずに、長澤さんおーい呼んでいただくと、おーい馬さん、で、ちょっとよーはい馬さん、おーいはい、つぶらな瞳にキュンとしてもりもり筋肉にグッと来て初恋みたいにときめいてああ私たち馬女になりました。普通にはワンパッこれ表情的にはバッて出て表情的にはなんか楽しそうな感じで。音なんかちょっと若干盛る感じそうですね、こういうことで可愛く見せようとするこのあざとい感じもちょっと入れてみて。はい、すいません。そうですね、面白くなっちゃう。よーかたはいせーのかたかたはいかと、はいかと面白い顔になっちゃってみて。本番よーい音私たち馬上になりました。ありがとう、撮影の方お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。素敵なお話ありがとうございます。はい、今日の撮影は本物の芝生が敷いてあったりで、うん、結構自然を感じて楽しくやれました。はい、私は今回はね歌を歌ったりとかちょっとした振り付けを踊ったりしてとっても可愛らしい演出だったので楽しんでやれましたね。はい大変だったね。ちょっと振り付けが難しかった体感がなくて大変でした、うん、完成した CM をご覧ください。つぶらな瞳にキュンとしてもりもり筋肉にグッときて初恋みたいにときめいてああ私たち馬女になりました。青空芝生が気持ちいいファッションスイーツ映えそうと自由気ままにときめいてああ私たち馬女になりました。私たち馬女になりました。そうですね、あっという間に終わってしまってすごく楽しい撮影でした。歌ったりちょっと踊ったりして、うん、かわいい CM になったんじゃないかなってね。そうですね、うん、ちょっと踊りは難しくて何度かやり直しさせていただいたんですけど、ね、そこもちょっと可愛いんじゃないかなと思います、うん、馬がどうなるか楽しみだね。確かにそうですね、イラストはちょっとさっきはね、うん、代わりのものだったので、うん、衣装とかも結構完成。あ、そうだそうだ、そう今回は作りでね、はい、作っていただいて同じ柄が入ってます、うんうん、このテキスタイルがこの特別な今回の馬女のために作ったのかな、うんうん、みたいです。かわいい、かわいい、うん、似合ってます。似合ってます
でもなんか質感が画面を通して見ると、うんうん、もっとこうレトロな雰囲気とかも出てて、うんうん、セットがこう本格的なんだなって感じてました。うん、そうですね。うん、あとあの大間さんのケーキも作品しましたけど、ご覧になっていかがでしょうか。どうでした？私の方見てなかった。いや、そっか。めちゃめちゃ可愛かったです、あれ。うんうん、あの本当になんかリアルな馬の部分もありつつ、こう可愛いデフォルメした部分もありで、うんうんうん。すごいよね。凝っていて、うん、一つ一つが。そうですね。ある？始めちゃってるんですよ。え2個も一気に。あ、どうぞ。すいません、はい、ピラティスと料理を始めました。なんかどうですか？あの素晴らしい人間になってってる気がします。いい、いい、自己肯定感にする方がいいですもんね。なんかあれ始めたいこととかもありますか？ あります。私はあの編み物を始めたいです。お裁縫が子供の頃すごく好きだったので、ちょっと手仕事みたいなものを、はい、うん、やりたいなって思ってます。何作りたいですか？鍵編みでなんかこう、コースターとか作りたい。あ、すごい。まずは簡単なものから。楽しみに勝手にしてます。じゃあいつか見せます。ありがとうございます。私はあの馬女スポットに行って、あのカフェで友達とお茶をしたりしたいです。はい、うん、私はそうですね、あの外であのピクニック気分で天気いい日とかに友達と、うん、あの馬さんが走ってるのを見られたらいいなと思います。うんうん、乗馬とかもね、いいかもね。いいですね。なかなかできないから、近くで馬を見て、うん、鼻が可愛いからね。そうですね、もちもちって言いますよね。触ったことある？ないんですけどね。ふにゃふにゃなの、本当に気持ちいい。触ったことあるんですか？あのなんか時代劇とかでこう馬に乗らなきゃいけなかった時に、うん、あの馬場に練習しに行った時にこう触って、そうそうそう、すごい。それなんか唇で遊んだりするんだよね、ブルブルブルとかって。かわいい、うん、かわいい、すごい。すごい、近くで見ると馬さんかわいいので、そういうことをしたいです。どうでした？なんかちょっとカントリー調ですごい、うんうん、なんか明るい気持ちになる曲だなと思いました。あ、私ムズって思いました。これは歌えるんだろうかっていうちょっと心配がありました。ありがとうございます。そんな中でですか、はい、まあ、歌詞があったと思うんですけど、はい、お気に入りのところとかありました？私あのもりもり筋肉にグッときたっていう、うん、ところがすごく好きです。そ、ね、あそこちょっとびっくりしたよね。いいですよね、うんうん、でも確かにあの足の筋肉とかすごい綺麗だなと思って。確かに美しいもんね、うん、私はやっぱりその、まあ、サビの部分っていうんですかね、私たち馬女になりました、うんうん、これはすごく耳に残るフレーズなんでいいなって思いました。すごくポーズも可愛らしいなと思います。そうですね。苦戦したね。苦戦しました。私たちが苦戦したあのポーズをぜひ見てほしいです。 いやでもなんか歌ったら歌ったですごくこうリズミカルだから、うんうん、あの覚えちゃうとこうずっと口ずさんじゃうあの曲だなと思いましたね。うん、私は逆にあの最初の印象よりも歌ってみてむずっと思いました。さっきの私たち魔女になりましたの、うん、その2回繰り返すところとかがやっぱりちょっと変わるのが可愛いところかなとも思いますね、うん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 、ちょっとためがあるしね。そうですね、私たちのね。そこちょっと可愛いと思います。確かに、うん、あとは何だろう、覚えたらみんな歌える曲だと思うので、ちょっと口ずさんでほしいなって思いながら歌いました。難しい。なんて言うんですか、でも頑張ったから100点にしとこ。あ、そうですね、うん、どうでしょうか。どうでしょう。はい、はい。そうですね、やっぱりこう馬のこと
何も知らない人でも知ってる人でももっともっと馬を知りたいと思うような可愛い CM になっていると思いますので、ぜひ何回も見て、ぜひ馬女スポットに行ってお茶でもしに行ってください。はい、目にも耳にもすごい残る CM になってると思うので、明るい気分になれるんじゃないかなと思います。はい、馬女になりましょう。いいね、馬女になりましょう。